欧州産、とうとう中国に EV だけではなく再生エネルギー関係も支配されつつある。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくり魔理沙だ。欧州産、散々 EV 最高 EV 最高と叫び、中国 EV に支配されそうになるが、その根幹でもある再生エネルギー市場も中国勢に負けそうになる始末。もうほんと、なんだったら勝てるの欧州産。HV では日本に負け、EV 関係では中国に負ける未来。逆に勝てる分野を教えてくれ欧州さんって感じだが、まあそんな劣勢に立たされてる欧州さんの話だ。てなわけで今回は、欧州ゆっくり中国に再エネシェア 56% 取られ EV 規制も後手後手で崩壊ゆっくり解説を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。どうやら、地球温暖化対策として、脱炭素が世界的な課題となる中、その鍵を握る、再生可能エネルギー分野で、メイド、イン、チャイナが世界を席巻しつつあるそうなんだ。再生エネルギー、つったら、これないと EV の意味もないって。白物だから、中国は抱き合わせで販売でも進める気なのかしら？そのつもりなんだろうが、正直中国国内では価格競争が凄すぎて、海外にその勝負をかけに行ってる企業が多いそうなんだ。つまり、単価の下がった製品が輸出され、海外で摩擦を引き起こす悪循環も生じているとのこと。もう中国経済もひどいもんね。安かろう悪かろうじゃなければいいのだけど。どうやらニュースによると、風力発電部品大手は高品質に自信を持ってるようだな。中国屈指の工業地帯を擁するチャンスー省。沿岸部の塩城市にある風力発電部品メーカー最大手、中財鍵風電用編シノマブレードの、敷地に入ると、巨大なブレード羽が数十機整然と並べられ、全長400メートル超の巨大な、工場内では、ブレード内部の舗装作業などに従事する作業員の姿があちこちで目につく。大型洋上風力用で、ブレードの長さは100メートル以上あり、カーボンファイバー炭素繊維製で軽量、先進的な技術を使っているとのこと。工場運営士会社の生涯図、総経理は製品の高品質ぶりに自信を見せているな。てか、風力発電のブレードって100メートルもするのね。遠くから見るとそんな大きく見えないのにな。2007年に設立された塩城工場には、現在90メートルから120メートルのブレードについて14の生産ラインがあるそうだ。現在の生産能力は年1000機以上だが、生産ラインは今後20以上に拡大するという。同社は塩城市のほか、新疆ウイグル自治区や内モンゴル自治区、甘粛省など国内に13カ所の工場を持つが、各地で生産設備を増強しており、海外でも昨年ブラジルの新工場が完成した。めっちゃ量産体制を整えてるわね。そんだけ量産できれば、他メーカーも値段で勝負するのがきつくなりそう。安ければ引く手あまただろうし。実際に輸出先は、日米欧や中南米、中東など30カ国以上にも達するからな。市場シェアは中国国内だけでもこの企業は約3割から5割近くに上昇、世界でも約3割を占めるガリバー企業だ。世界で3割とか、それほぼ牛耳ってるようなもんじゃない。そうだな。さらに恐ろしいのは EV や風力発電のブレードだけではなく、風力発電機本体も中国シェアが急増してること。ブレードだけでなく、主力部品の風力発電機でも中国勢の勢いは増す一方だ。国際業界団体の世界風力会議によると、22年に世界で導入された、風力発電機メーカー上位15社のうち、中国企業は10社を占め、シェアは全体の 56%。この5年で約20ポイント増加した。太陽光発電でも中国メーカーの世界シェアは約8割だ。つまり、50% 以上もの風力に関しては中国に牛耳られてるってことか。これ、欧州さんだけじゃなく、率先して再エネ推進してる国全部に言えることよね。これには欧州も面白くないだろうな。こうした状況に、50年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指し、温暖化対策で世界を、牽引してきたとの自負を持つ欧州連合はかなり焦燥感を強めているって話だ。まあ、自ら撒いた種だからね。しょうがないね。そしてこの自業自得的な内容を見たネット民たちの反応はこうだ。太陽光発電の需要に陰りが見えたら、次は風力発電ですか。風力発電は設置する場所の条件が厳しく、どこにでも設置できるものではない。欧州に設置されている風力発電設備は、季節や都市により条件が変わり、安定した発電量が得られず、補完的な位置づけになっている。とはいえ、2022年の総電力に占める風力発電の割合は 1% 未満と、小さく、しばらくは成長が見込めるので、市場的は魅力はあるだろう。問題は、中国経済の状況が悪化しており、低価格戦略ダンピングがどこまで続けられるのか、という点になるだろう。中国は世界で最も CO2 排出量が多い国なので、排出量を最も減らす責任があり、
そのために再生可能エネルギー装置を大量生産するのが責務でしょう。そうなると、そのための技術開発力、生産力、競争力も必然的に大幅に高まります。当面は CO2 が増えますが、再生可能エネルギーの導入が増えるに、連れて経済活動に再生可能エネルギーを使用する率が増えます。その結果、徐々に CO2 排出量の増加率が減速していきます。実際に、中国の炭素排出量、30年までにピーク到達見込み。中国石炭消費、ピークは、25年前後という最近の報道もあるので、中国自身に頑張ってもらうしかないでしょう。これを読むと海外中国以外でも中国企業が強いような印象を持ってしまいますが、実際は中国で、建設される風力発電所の数が世界の半分を占めているから中国企業の世界シェアが高くなるという理屈です。中国以外特に先進国では欧米企業ベスタス、GE、シーメンスが、圧倒的なシェアを持っており、中国企業の存在感はありません。ただし、その背景には、中国企業は中国国内の案件で大忙しだからという事情があります。将来的に中国企業が海外市場に本腰を入れてくるようになったら怖いですね。どんな機械も維持メンテナンス、廃棄が来る、これらの費用を踏まえて、どんな利益が返ってくるかだろう。中国の、EV 車も含めて廃棄車両はこれからどうするのだろうね。ついこの間の数千台の EV 車の放棄車両はどうしたのかね。最近のヨーロッパのアホっぷりは目に余る。再生可能エネルギーや電気自動車など。こんなことしても、中国が潤うだけで自国にはマイナスなことばかり実施する。当の昔に内側から蝕まれているのかもしれないが。EV と再エネが普及した国はどうなるか？相乗効果あるからね。環境と経済への波及とエネルギー自立で優位に立つ。輸出はその一端でしかない。コメントにもある通り、中国という国自体の環境に対する意識がとても気になるわね。数値は掲げてるが、果たしてそれを達成する気があるのか、または捏造等でごまかすのか怪しいもんだ。そして話は輸出攻勢を強める中国が、欧州等で摩擦が生じてるという話。2023年の中国新車輸出台数が世界首位になることがほぼ確実となった。過去5年間で、輸出台数は5倍近くに拡大。もっとも、この、輸出攻勢で日米欧メーカーとの摩擦が広がった。欧州では中国勢が競争力で先行する電気自動車 EV などの市場輸入を規制しようとする動きも出始めた。巨額の国家補助金により価格が人為的に低く抑えられている。欧州連合のフォンデアライエン欧州委員長は23年9月、EU 域内で普及が、進む中国製 EV についてこう指摘し、調査に乗り出すと発表した。EU は不当な補助金などが確認された場合、追加課税などに乗り出すと見られている。今頃気づいたのかバカめ欧州って感じの出来事よねほんと。中国貿易統計によると、1月から11月の EU 加盟国向けの輸出は前年同期比で、2桁減となったものの、内自動車や関連部品の輸出は 15% 増と好調だった。欧州メディアの関係者は、主要国のドイツなどで中国車への警戒感が急速に高まった。と明かす。これに対し、中国メーカーは現地生産の拡大を加速させる構えだ。EV 最大手のバイブは12月、ハンガリーに欧州初の乗用車工場を建設すると発表。現地では、数千人の雇用が創出されるハンガリー投資促進庁と期待が高まっている。同社はタイやブラジルでも工場建設計画を進めている。現地生産を拡大させないと、欧米は中国生産の EV に補助金規制等をかけ始めてるものね。もっとも、報道によると、インドではバイブが計画していた工場建設が当局の反対で白紙になった。インドは領土問題などをめぐり対中関係が緊張しており、政治的な判断が働いた可能性がある。米国は中国向けの半導体輸出規制を強化。日系自動車メーカーの関係者は、中国にとって最大の課題は各国との摩擦の克服だ。と指摘する。やっと世界が動き出したって感じよね。そもそも、EV ありきでの話だからな。もしここから、やっぱり EV 一辺倒をやめるとか言ったら、中国 EV は地獄を見る可能性がある。その場合、漏れなく中国企業以外のメーカーも地獄を見るところが何社かありそうね。そしてこれに対するネット民の反応なのだが、欧州やインドではテスラも中国から輸入するので規制対象に入れられ注視され嫌われ始めてる。また現地生産でも反対にアイ上海工場以降のギガファクトリー建設はうまくいっていない。その上海工場も拡張工事を昨年中国政府からストップをかけられてる。EU は中国の EV 市場を徹底的に調査すると言っている。確かに疑惑はその通りなのだが、そもそも EU はディーゼルエンジンで世界の覇権を握ろうと画策していたのが、ディーゼルゲート事件で欧州メーカーの違法がどしどし明るみに出て自分たちに勝ち目がないと、
わかると、自分たちの勝手な解釈変更でディーゼルは環境に悪いので EV がエコですと、勝手にルール変更。今度は EV に勝ち目がないとわかるとまた自分たちの有利なようにルール変更するのが目に見えている。欧州人はスキーのジャンプと一緒で、平気で自分たちの都合の良いように勝手に、ルールを変更するそういう意味で EU の政治家は信用できないのですよね。ヨーロッパは、もともとルールを自分たちの都合の良いように決める。スポーツでも経済でも、温暖化の一側面でしかないガソリン車を締め出して、自分たちが有利になると思ったら、末端工場の閉鎖などで首が締まりかけ、さらには中国という、もっとたちの悪いものを引き寄せただけ。そもそも、電気自動車ってエコか。廃バッテリーや製造中の環境破壊は無視。EV を大推進したのだから、強いところが勝つのが当たり前。単純に中国に負けただけ。今さら EV やめられないのだろうね。韓国方式の国策ダンピング輸出。対象は欧米の自動車発展途上国。まあ、買う人がいるんだから仕方がない。あとは自己責任で。日本ではバイドやヒョンデは撤退リスクが大きすぎて買ってはならない。ヒョンデに至っては一度日本市場から撤退した、全活期企業なので、面倒に巻き込まれたくなければおとなしく。日本車を買うか、どうしても外車がいいという人はドイツ御三家メルセデス、BMW、アウディとフォルクスワーゲンくらいに。しておいた方が、万が一撤退されても部品の手の入りやすさ、メンテできる人の多さで乗り続けられる。自業自得的な意見が多いわね。そのような状況にした元凶は欧米だからな。中国を過小評価してたんだから、しゃあなしだ。そして最後に、冒頭話した中国が EV、再生エネルギーで世界を席巻、焦燥感強める EU についての、うるさいスレミンたちの反応を見て終わりにするか。それではどうぞ。EU は墓穴を掘りまくり。トヨタに勝つための EV だったのに今度は中国に勝てなかったんだからどうしようもないよね。本当にバカな戦略だったね。どうせ品が欧州そそのかしてやってたんでしょ。どう転んでも欧州が間抜けだったよね。温暖化は嘘だとか言い出すんじゃね。いつ言い始めるかなと思ってる。補助金の国内生産規制は必須だわな。日本潰しを画策したら、中国に席巻されちゃった感じ？それ、日本のガソリン車に市場を席巻されて、ディーゼルならとディーゼル押ししたら排ガス検査不正で大ボケ。今度こそと EV へ切り替えようとしたら安くて性能もそこそこの中国製に圧倒されてあたふた。真っ向勝負ではどうにもならなくなった挙句、安全保障を口実に。中国製の EV やバッテリーを排除するという醜態を晒すありさま。欧米は口では、二酸化炭素の排出削減を言ってはいるが、その実やる気などまるでない。二酸化炭素の排出削減に本気で取り組む気があるのなら中国製の EV やバッテリーでもどんどん受け入れているはず。それをしないのは二酸化炭素の排出削減がただ金儲けをするためだけの新たに作り上げた利権に過ぎないから。二酸化炭素の排出権取引などという何の意味もないことをしているのがそのいい証拠。中国製 EV が安いのは政府の補助金使って不正な価格競争してるから規制されて当然。バイブはすでに400万台伺うペースだろ。ハイブリッドも作ってるし今年は勢力づかわりそうだ。月給8万円で働く人間が何億といる国に価格競争で勝てるわけない。手取り18万から増えない国なら勝てるかもしれない。環境、観光、療養。産経立国マジで目指してる衰退国日本。じゃあ1ドル360円まで戻して価格勝負を挑もう。それを言うなら月給8万じゃなくて月給2万1000円が何億といる国だろ。まあオイル依存よりはマシだから。やっぱやめた。にはならんと思うぞ。テスラもバッテリーはバイブだしな。すでに頭打ちの EV 市場。意識高い系と環境オタクに行き渡ったら自前や。全部他国の技術な。合弁会社しか認めず品から出るときは工場も技術も開示しておいていけ、さもなくば出国認めないとかやってるから。他国に移す場合は工場と事務所爆発でいいな。世界を席巻する中国製品の中で、中国が独自独力で発明、商品化したものある？うんコロナ。火薬だろ W。中国は赤字で売ってるだけ。市場席巻どころか他を潰して一極にしてやろうと思ってるだけ。アホです。チャイナがしてるのはただの、使い捨て EV な。すでにあいつら、廃車を海に捨ててるぞ。中国は景気が後退してるから必死で焦燥感あるよね。今さら、止められんからやってるだけやろ。EV は次世代バッテリー待ち。でも自国では PM2.5 でスモップ公害が解決できないという、お笑い話だな。EV に関してはお前らがトヨタ潰しのために始めた政策のせいだろうが。結果として欧州が潰れてトヨタが世界一という。中国が太陽光パネル安売りしまくるおかげですでに新設なら太陽光発電コストが、化石燃料発電コストを下回って去年あたりから世界中で一気に拡大しとる。
ここから2030年に向けてさらに一気に突っ走ってて2030年になればさらに安くなるのだが、安くなった分を蓄電、系統化安定システムに振り分ける。太陽光パネルの世界シェアもう9割近いやろ。ここまで安く製造できるならそれはそれでエネルギー覇権と言ってもいい。他の国が同じ価格でできない以上仕方ない。インドや東南アジアも人件費の安さでは中国以上。製造量はいくらでも移転できる資源に移転は加速してる。地球温暖化対策として、脱炭素が世界的な課題となる。この前提の真偽が自分の中で確定していない、わからないから、これ以降の話は全て仮定の話になる。言葉は架空の出来事をさも真実と思わせてしまうところがあるからな。再生可能エネルギーの名のもとに風力発電やメガソーラーで日本の環境破壊が凄まじいんだけど大丈夫か？地方のハゲ山を見て大丈夫だと思う奴がいるんかな？それでプチ小氷期が来たらどうなるの？と。ガス車が出るのは間違いないとして、暖房に使うエネルギーを化石燃料に多くを頼ることになるだろう。そのために備えてるのかもな。どのような予測が立っているのか、知ってて公開されてない情報は多いと思う。EV で日本を潰そうとしたら中国に潰されてたってコントか。そもそもロシアのガスがなかったら暖房一つできないようなとこが、ロシアと争ってるってのがコントにすらなってないんだがな。バカなのか。EU は日本車を排除するために EV 政策を取った。日本の HV は性能が良すぎたからな。結果はこのざま。日本車は排除できたが中国車さらに韓国車も続くのも多いにボロボロ。欧州は特に EV 普及推進したせいで、EV 市場はテスラ含む中国製 EV が、シェアより始めるし、得意のガソリンディーゼル車はどんどんシェア落としているし、将来 HV 販売禁止を謳っているから、欧州が得意なマイルド HEV も先細り。実は HEV 禁止は今のところ国としては欧州くらいしか言ってない。自業自得。何度も書くけど、もともと欧州では日本車の人気はないから日本車を狙って排除する動機がない。もうすぐ日本車の輸入関税撤廃だったよね。その辺も影響してんじゃない？単独メーカーで見るとトヨタブランドが欧州でも2位だったような。グループで見ると6、7位くらい。韓国車は随分前に関税撤廃されてから、シェア伸びたみたいだし、将来伸びる目は積んでおきたいというのはあったかもよ。日本車が脅威なら関税撤廃しなきゃいいじゃん。もう随分前から段階的に減らすって決まってるんですよ。保護したらやばいっしょ。敗北宣言と同義だぞ。だから中国車のバッテリーに補助金出さないとか別の嫌がらせルール作ろうとしている。EV は部品点数が少なくて済む。バッテリーとモーターと制御機能があれば完成。しかし EV の全重量の 40% を占めるバッテリーは中国の独壇場。作るためには化合物がいる。ニッケル、リチウム、コバルト、タングステン。この鉱山はすべて30年前に中国が買い占めた。世界中お手上げだお。これで石炭火力もゼロにしてくれればな。そしたら日本を非難してもいいよ。 EV 普及率も低いし。中国は EV なんてまだ未熟な技術の充電器を安価に製造して使っているから、爆発の危険性もあるし排気コストや排気の環境負荷が非常に深刻になっている。これらを中国はほとんど無視しているから、今はかなり EV の勢いが強く見えるだけ。EV を先導してきた EU は自分たちも悪の片棒を担えてきた負い目があるから中国に強く言えないのだろう。国で刺しても平気なリン酸鉄を使ってるから、HV 車やガソリン車より炎上する確率は低いくらいだよ。技術で抑えるわけじゃなくて物理的に安全な選択肢を取ったわけ。リン酸鉄は三元系と比較しても得にくい、というだけ。リチウムバッテリーは皆燃える。釘刺しても得ないなら日産リーフのバッテリーだって同じだ。三元系と比較して、リン酸鉄の利点は燃えにくいのと安いことだが、欠点はエネルギー密度が小さく、低温にも弱いこと。釘を刺してってのは絶縁を破ればってのと同義で、リーフのバッテリーは絶縁を破れば間違いなく発火するだろ。世界初の量産ベブってことで、特にバッテリーの安全性はいろいろ実験してるんだよ。破壊試験もね。当時リーフのバッテリーは NEC と合弁の子会社で製造してたしな。リン酸鉄も同じだよ。何を思ってるのか知らんけど。三元系より燃えにくいだけで、リチウムイオンバッテリーは燃える。電解質の問題だからな。廃棄バッテリーの処分どうするんだろ EU。お金出して中国に買ってもらうのかな。そこら辺のリサイクルは実は日本メーカーが技術持っててハッスルしてる分野。なんか同じネタをバカみたいに繰り返すやついるけど。もうリサイクル始まってるよ。31年までに 80% を義務付けると言ってる。今の施設では間に合わないから増設するとも言ってる。そう簡単じゃないけどね。ペットボトルのように集めて分別してリサイクルできるわけじゃないからな。危険物だし、分別だけでも大変で、分解も人手だ。しかも三元系はともかく、リン酸鉄はリサイクル資源の価格が安いから、リサイクル費用を賄えない。リサイクル料金取らないと赤字。
まだ欧米のリサイクル工場から出たリサイクル品で作られたリチウムバッテリーは1個もないのが現状。ここでもリードしてるのは圧倒的に中国で、すでにリサイクルマーケットを立ち上げてるし、海外投資も始めてる。このままじゃ厳しいことになるだろうな。バッテリーをリサイクルしてもバッテリー作れないんだわ。ペットボトルリサイクルしてもペットボトル作れないのと同じ。ペットボトルの場合繊維という逃げ道あったけど、リチウムの場合使い道ないんだわ。新品の10倍のコストかけてもう一度電池にするか。石炭火力はシナより日本の方がご就寝だろ。そこは技術の差でしょ。日本の新しい石炭炉は高効率で CO2 排出も少ない。いろいろ利用の仕方はまだある。もう性能はトントン、製造コストでは圧倒的に負けてんだから、日本も中国製の安い再エネ発電装置をどんどん導入しようよ。日本は10年前と太陽光発電システムの値段が大して変わってないんだけど、なんか高いの。10年前 4kW で100万ちょっとだったけど、今もそれくらい、せめて50万ぐらいにしろ。日本の太陽光や風力発電コストが世界に比べてダントツに高いのは利権かな。保証とかあるし、自民議員みたいに賄賂取るし。太陽光といえば民主党だろ。まあアメリカのトランプ再選というウルトラシーを楽しみに。大笑いになるで。そもそも出馬できるんかいな、トランプ。能登半島地震もそうだけど、EV 化して電気毛布つけておけばもっとマシだったんじゃないかね。アンチ EV はすぐガソリンなら蛍光できるとか言うけど、灯油すら蛍光できてないからな。日本が世界有数の産油国とかならまだガソリンおじさんも一理あるけどね。ガソリンも取れないのにガソリンにこだわってるのはガラケーよりも終わってる。家庭用蓄電池ってのもあります。 EV よりバッテリー価格が安いけど乗れないからな。災害大国日本ではインフラルートは多数準備しておく方がいい。ということで、ガソリンも電気もいける PHEV 一強。そもそも乗用車よりもトラックどうすんのよ。バッテリーも車体価格も車体重量も半端ないぞ。ほとんどが長距離でいつも会社に戻ってくるわけじゃないから出先での充電になるんだが、長距離トラックは燃料電池しかないでしょ。荷物の他にバッテリー運ぶことになってしまう。効率が悪すぎる。テスラのトレーラーやメルセデス、ベンツの中型トラックは実用性ギリギリ。500キロから600キロメートルしか走れないから、行った先で充電しないと帰れない。車体重いしバッテリーかさばるから積載量減るね。まあ欧州に関してはロシアの天然ガスへの依存を下げた方がいいから、割高でもどんどん再エネに転換するべきだと思うわ。EU は完全にシナを下に見て舐めてた。日本みたいにルールを守ると思ってたんやろ。いきなりダンピング全開とは思ってなかった。悪は滅びる。悪は今や G7 だから、滅ぶのは G7 側の日本や韓国や EU の方なんだよな。なんだかんだ言っても価格が全てだからな。日本もそれで韓国中国にボロ負けして事業撤退の嵐。世界の EV 化の流れはますます強くなるが、日本の自動車業界は完全に取り残されたから、国内のわずかな市場に頼るしかない。 EV は中国市場だけのガラパゴスで終わりそう。テスラがいなけりゃそうだったと思う。テスラは中国政府に潰されるだろ。政府がどうこうってより実力で負けそうじゃん。中国発のレッドオーシャン、血の海で中国の産業覇権が作られる。中国市場はレッドオーシャンやな。中国国内で潰れるまで殴り合いしといてくれよ。中華の安物ばらまき焼き畑政策やられると、まともなものが何も残らなくなる。チョコザップ見てみろよ、中華頼りで円安食らって店ごと減り出す勢いだぞ。チョコザップに食われて既存のエニタイムみたいなのが軒並み赤字なのは知ってますが、チョコザップは80億赤字ですよ。エニタイムも赤字なんですか、おいくらですか。どっちが先に潰れるかわかるもんだろうに。中国本土じゃ売れない EV が山積みに積み上がってるから、よそで売ろうと必死なんだろ。当たり前の話なんだけど、 EV 普及より再エネが先なんだよね。石炭火力で発電しながら EV を普及させても全く意味がないから。日本はエネルギー政策が定まらないから EV を普及させる機運にならない。原発の新増設なんて掛け声だけで、どこの電力会社も取り組まない。原子炉1基の新設が2兆円なら採算なんか見通せないから。製造業は中国には勝てないと分かっているじゃん。繊維が海外製の時、糸がほつれる、色が落ちるとか批判の嵐だったが、今は国内と全く変わらない。家電も、ジョンやシナ製は出た時は批判の嵐だが、今は普通に使っている。パソコン、携帯、スマホも当初は海外製なんてダメ、国産が良いと言っていたが、数十年後は日本の自動車メーカーが中国産の EV 車の生産工場になっているかもね。EV なんてバーチャルボーイと同じくそのうちなかったことにされる。今後は水素だよ。中国は水素の方も万全なんだが。へえ、よかったな。資格なしか。まあ、欧米から制裁で輸出できなくなるけどな。中国ってエンジン作れるの？ EU が、喪失した価値で動く市場に対応した中国。対応できなかった日本。
先は崖だったね。どれだけ環境ぶっ壊しながら作る気だよ。環境を壊せば壊すほど、だからこそエコが必要とおせるあるよ。皆さんはこの中国再エネ輸出問題についてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。